動画の初っ端から何してるんですかね。ぬしぬし言ってんの珍しいのかと思って、一応記念写真。そんなことやってないでさっさと進めた方がいいんじゃないですか？ DLC、もう配信されちゃいましたよ。ほら、ネタバレ踏みたくない人に配慮して1ヶ月ぐらい経ったらにしようと思ってるし。今のペースだと怪しいんですがそれは。さて、記念撮影もしたことだし、ぬし戦始めますか。主人公動じなさすぎて草。急に現れたナマズに対して即ファイティングポーズ取るのは肝が据わりすぎでしょ。これでも過去作よりは表情が豊かになった方なんですけどね。ってことで始まりました。自由の虫、兵ラッシャです。まずは安定の宿り火から。今回は水技が飛んでくるだろうし、半減で受けれるアタックが無双しそうだな。いつも通りですね。確かに。は？まさかの最初に麻痺いちまったな。しかものしかかりも3分の1入ってますし、連続で麻痺がぶっくとそのまま落とされかねません。とはいえ1回の宿り火でこんだけ削れてるし、やられない程度に耐えたらどうに交代すればいいし、1回目の方は大丈夫でしょ。ひとまずは倒しきったが、今の時点で受け切れてるとは言えませんし、もしかしたら次は苦労するかもしれませんね。これなら水とノーマルを受けれるポケモン連れてきた方が良かったかな。くさ、ゴーストだと水半減だしのしかかりは無効にできるな。でも、そんな都合のいいポケモン、内定してるわけ。いいやついるじゃん。こいつら使いたいならさっさとストーリー終わらせてきた神の里行かないとですね。デカパルデアにも草ゴーストいるんですがそれは。いつも通りペパーと合流して2回戦突入。さっきと一緒でまずは宿り火から。できることなら毒も入れたいからペパーを狙ってほしいところだな。とはいえ殴れる貴重な人材、いやボケ材だし、体力が削れるのはそれはそれできついんだけどね。とりあえず宿り火と毒入れれたし、あとはひたすら耐久してくだけだね。そういえば、先ほども少し触れましたが、DLC 第1弾、緑の仮面が配信されましたね。ああ、あの岩手の北上がモチーフになってるかもってなってたとこでしょ？実際ストーリーが岩手にある南昇山の伝承にそっくりだったりするからな。そうそう、現地住民としてはすごいうまく落とし込んでるなぁと思って。え？岩手県出身なんですか？うん、そうだけど、しれっと個人情報出すじゃん。で、話戻すけど、戻すんだ。北上の里、野生の平均レベルがかなり高いらしいじゃん。ああ、60は余裕で超えてたな。そんな過酷な環境の中平然と暮らしてる村の人たちすごすぎね。それはそうですね。それこそ私たちはこっちで旅してレベルが上がってるからちょうどいいくらいになってるけど、あそこで育った人はどうやって最初のポケモン捕まえてんの？もらった御三家が瞬殺される未来しか見えなかったんだけど。きっと親やおじいちゃんからレベルの高いポケモンを譲り受けるんじゃないですかね。それはちょいありそうだな。よし、これにて兵ラッシャ戦、攻略完了。まあ、持ってるポケモンが水半減できる奴ら多いからな、しょうがねえな。さあ、あとは最後のスパイスをマクティフに食わせてやらんとな。そうですね。うん、なんだあいつ、さっきのと一緒にいなくなったもんだと思ってたが。って、まさかこいつも戦うのかよ。ってことで主は一人ではなかった。義勇の主、シャリタツ戦です。初見の反応お疲れ様。それわざわざ言わなくていいんだよ。さて、相も変わらず宿り火毒やってくわけなんだけど、今回はこの後ジム戦も残ってるし、マリウリで貫通できるからバッサリカット。まさかの有成分。今度こそ主戦おしまい。全然映してなかったけどスパイス全部食ったらマクティフが元気になりました。ホライドンもスパイスの力でいろんな力を復活させてましたからね。それほどにすごいスパイスなんでしょうね。唐揚げとかにあったりするのかな。唐揚げなら塩スパイスとか合いそうだよな。辛スパイスとかは一味みたいに使えそうだし、蕎麦とかに合わせると美味しそうだよね。一応感動シーンの後なんですからご飯の話は後にしてくださいよ。あの後ペパーのお母さん、オーリム博士がいろいろ喋ってましたが、簡単に言えば研究所に行ってくれって言われました。研究所ってあれか、ペパーと初めて会った場所だな。うちのチャンネルじゃ縛りスタートする前のところだからバッサリカットされてるんだけどね。わからない人はぜひとも SV、やってみようね。もしかして今回案件だったりします？うちみたいなクソチャンネルに案件なんて来るわけないんだよな。悲しいこと言わないで。まあ、事実なんだけど。やっとここまで来たぜ。次はいよいよジムリーダーとの対面ですね。え？いつの間にこんなところまで来たんだよ。デカジムテストはどうした？確かここエクササイズしたりその間に尺稼ぎの対戦とかあっただろ。尺稼ぎ言うなよ。
さすがにアドリビ入れて毒入れてひたすら待ってを繰り返すだけの画面を流すのはちょっとね。それを言ったらさっきの主戦や事務戦も同じじゃないですか。ってことはこの事務戦も、カットしていいってこと？そんなわけないよね。とはいえ、さすがにパーチ変わらないし、戦術も変わらないしだと、動画としてはマンネリしちゃいそうだよねー。打開策か何か考えてたりすんのか？そもそもこの企画が面白そうで後先考えずに始めたものだから、この先のことなんて成り行きでどうにかするしかないんだよ。それでどうにかなるんならすでにマンネリする前に解決されてるんだよな。ってことで始まりました、レイクタウンジムリーダー、ビッグ戦です。ここはエスパータイプのジム、動画弱点疲れちまうが、初手に出したってことは前回みたいに半減身でも持たせてんのか？いや、別にそんなことはないけど。それじゃあ毒ビシちゃんと負けるか怪しくないですか？アップね。これなら毒ビシは2回負けますが、ステロは負けそうにありませんね。2回すら負けなかったな。しょうがない、ちょっと早いけどヘルガーに交代してホエル使って毒ビシ踏ませに行きますか。先ほどと違ってエスパーをタイプ受けできるポケモンがヘルガーしかいないので、今回は特にヘルガーを大事に扱わないといけなさそうですね。と入ってもサブウェポンで普通に殴ってくるし、耐久低めのヘルガーじゃどっちにしろそんなに耐えられないんじゃないかな。ま、どっちかわかんねえからとりあえず慎重に行こうや。こんなふわふわな感じでこの縛り企画も決まったんだろうな。さあ、ホエルで連れてこられたのは、クエスパトラだな。さて、こっからいつもの毒で削られるの待ちだけど、どうする？ここから運要素だったりハラハラ展開が期待できたりはしないんですか？ないですね。ないんですね。対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。を勝手に終わらせないでくれますか？そうだ、どうせターン稼ぐなら、サーナイトの影分身使おうよ。いつもだと指振り専門のせいで積んでる暇ありませんからね。特防そこそこありますし、今回は影分身積む暇ありそうですね。このダメージなら大丈夫そう。ってことでこっから影分身積みながら隙を見て指振って相手倒してこう。最序盤に捕まえた際、エースになるだの言ってたが、結局エースになってるのはどっちかというとどんな奴にも宿り気に毒に行ってやってる。わたっこの方がふさわしいような気がしてならないな。ほんまそれ。最初のプランとしてはサーナイト一体に指振り覚えさせて、準備が整ったらひたすら指振って相手をバッタバッタ倒す予定だったんだけど、実際は指振りでギャンブルするより毒ターン稼いでた方が安定するし、なんならスターモービル戦で指振り戦士が一体じゃ足りない事実が発覚したからね。最初の計画はどこへやらよ。こういうのはやはりチャートをしっかり練ってからやった方がいいですよ。うるせえ、私は生きたいように生きるんだ。そうやってこの先積まなきゃいいんだけどな。大丈夫でしょ、よく調べてないけど、不安だな。さあ、まさかのサーナイトのみで最後の一体のところまで追い詰めています。もしやこれ本当にサーナイトでフィニッシュもできるんじゃないか？指振り回数もまだ残ってるし、本当にいけそうなんだけど。さあ、最後に出てくるのはリックさんのエースポケモン、フラージェスです。こいつも倒して、うちのエースを名乗れる活躍、見せてくれよ。ってことで指振り一回目。出たのは砂地獄。元のダメージが低いとはいえ、スリップダメージで毎ターン削れるのはいいですね。指振りで攻撃出せるかも怪しいからな。少しでもダメージが入るなら大歓迎だぜ。はい、2回目。お、これはいいのでは？オケオケ、ちゃんと削れていってるぞ。フラージェスは特防高高ポケモンなので、物理で殴れた方がいいのですが。とはいえサーナイトはそんなに攻撃高くないしな。ワクワクのみ持たせれば補正ついたりしない？同族過激とか、それはモンストな。それじゃあお守りは？それはモンハン。さあ、かいめー。出たのは竜巻。ここまで削れたらあとはもろもろのスリップダメージで落ちそうだな。ってことで対戦、ありがとうございました。さて、主も全部倒し切ってあとはペパーと戦うだけだし、ジム巡りも終わってこっちもあとはリーグに挑戦するだけになったね。次回はどっちかに挑戦すんのか？いや、次回はスター団の残り2つを攻略しようと思ってるよ。せっかくならそれぞれのラストバトルは連続で動画にしたいしね。確かに、その方が見やすいかもです。てな感じで今回はここまで。次回はさっきも言ったけど、残ってるフェアリー組と格闘組を倒しに行きます。よければ次回も見に来てねってことでバイバイ。最後ぐらいしっかり挨拶したらどうよ。このチャンネル決まった挨拶ないんだから何でもいいでしょ。それともオツナペルー、みたいな VTuber みたいな挨拶でもするか？いや、それやるくらいならこのまんまでいいです。